はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。1時半をね回りました。4月2日ですね、金曜日でございました。株を見ましょうか。1時半回ったところでですね、株は423円って上げ幅をちょっとだけ拡大してますね。来週また3万円ですねこれね。まあね、あんまり上がってる理由っていうのは見出せないんですけど、まあなんか知らんけど上がってるわけですね。行きましょう。これ貼りません。貼りませんけども、探してください。現代ビジネスでございまして、私が月に1本ぐらい記事を書いてるサイトでございます。次のオーダー来てへん。まあ、自分から提案したらいいんですけどね。最近、マンション不動産関連でですね、この動きが少ないんですよ。いや、実は水面下でいろんなことあるんですよ。水面下であるんですけど、まだ書けないな、僕はっていうレベルなんですね。まあいい、行きましょう。震え上がる習近平、…台湾侵攻を狙う中国へ、アメリカの怒りが頂点に達した。2022年、危機的な事態が起こるか。長谷川幸宏さん、ジャーナリスト。でちょっと読みますね。2022年、台湾で起こる危機的事態。米国のインド太平洋司令官や元大統領補佐官らが相次いで中国による台湾侵攻の警鐘を鳴らしている。台湾危機は日本の危機に直結する。その時日本はどうするのか。4月上旬に予定されている日米首脳会談で焦点の一つになるのは確実だ。これ4月上旬9日を予定してたんですけど、1週間延びて4月16日になったと今日報道されています。アメリカの都合だというふうに日経新聞に書いてありましたね。どういう都合なのかよく分かりませんけど、コロナによって受け入れ体制の整えがどうのこうのとは書いてありました。でもそういうのってね、どう言いましょうね、表向きっていうことが多いんで、実は何かの都合があったのかもしれません。口火を切ったのは米インド太平洋軍のフィリップ・デイビッドソン司令官だった。同氏は3月9日米上院軍事委員会で今後6年以内に中国が台湾に侵攻する可能性があると証言した。同氏は米国のリーダーとしての役割にとって変わろうという野心を強めている。その前に台湾が野心の目標で一つ目標の一つであることは間違いないと語った。すると次期インド太平洋軍司令官に指名されているジョン・アキーノ海軍大将も3月23日同じ委員会で、私の意見ではこの問題、中国による台湾侵攻は大方の想定より間近に迫っていると警告した。ドナルド・トランプ政権で大統領補佐官国家安全保障担当を務めたハーバート・マクマスター氏は4月2日同委員会で、2020年以降が台湾にとって最大の危機を迎える時期になると証言した。なぜ22年以降かといえば、冬の北京五輪が同年に予定されているからだ。習近平総書記、国家主席にとって北京五輪は最重要イベントなので、それまでは国際的批判を招く手荒な行動は避けるだろうが、終了すればフリーハンドルを得るという見立てであると。まあ以下続きますけども、前々から言うてますように、やっぱり来年1月にですね、北京五輪って開かれます。これは絶対的に開かれます。何が何でも開かれます。東京五輪はまだ分かりませんけどね、北京五輪は確実に開催されます。それは中国共産党が開催するという意思があるからなんです。もうそれこそね、何が起ころうとも開催しますね。で、それが終わって、まあ、どんな形で開催されてどんな形で終わるのか分かりません。あるいはアメリカ、ヨーロッパ、日本等がですね、ボイコットする可能性もあり得ます。というか今5割ぐらいあるんじゃないかなと思いますね。でそれが終わってしまえばですね、中国は他国に引き金をすることはないわけですね。フリーハンドを得るということが書いてありますけども、で習近平さんの野望は自らが毛沢東を超える、あるいは並ぶことなんですね。毛沢東は国を作った人です。今の中華人民共和国の建国の父と言われても、
建国の地っていうのは変な言い方ですけども、まあ、建国した人という位置づけなんですけども、習近平はそれに被験するような存在になりたいというふうに考えているようでございました。そのためにはですね、毛沢東が果たし得なかった台湾統一ということをやりたいと思っているわけで、それはまあそのためにいろんなことをしてますよ。もう今は毎日のように飛行機飛ばしてですね、その圧力をかけたりとか、いろいろやってますけども、2022年の北京五輪が終わったらですね、いや、それをほんまにやるかもしれへんなということをですね、アメリカのその、あれですね、アーミーな方々がですね、職業軍人の高官が言ってるわけですね。でこれはそういう動きを日々間近に見ている人たちの表現であるだけにですね、かなり重きを置くべきだと思いますし、これはやる可能性は僕は五分五分であるんちゃうかなと思うんですね。2023年とか2024年にですね、いきなりわっとですね、台湾を取ってしまうということはあるでしょうし、電撃作戦でね、やってしまうとね、アメリカも手出せないんですよ。例えば台湾海峡ってのは狭いですからですね、200キロぐらいしかないんで、いきなりそのわっとですね、それを渡り切ってですね、台湾自体をですね、中国の統治下に置くということはそんなに難しくない、そんなに難しくない。どれだけね、作戦の秘匿性をこう持つかということになります。大々的に準備をしたらね、それはバレますよ。でも密かにやったらですね、バレへん可能性もありますし、多分どうでしょうね、今の情勢を見てるとですね、2週間あればほぼできてしまうんちゃうかなという気がします。というのは、近辺にアメリカのミリタリーがいなければですね、それを呼んでくるのに2週間かかるんですよ。例えばそうですね、サンディエゴっていうアメリカの西海岸の海軍基地がありますけど、そこに空母打撃群がいたとして、その空母打撃群を台湾近海まで持ってくるにはやっぱり2週間という時間はかかるでしょうね。のはどんだけ早く行ったとしても、パールハーバーからだと1週間はかかるでしょうね。まず準備を整えて、緊急に準備を整えたとしても1日や2日はかかるでしょうから、そこから出発して1週間ぐらいかかるでしょうね、台湾近海に来て作戦行動を取れるまで。で、万全の体制を取るにはどんだけ早くても2週間かかると。まあ日本にいるロナルド・レーガンですか、はすぐに行けるかもわからんけど、一打撃軍だけではあの巨大な中国軍の相手はできひんのちゃうかなと。2週間で既成事実化されてしまえばですね、もうちょっとやりようがないわけですよね。だから成功する可能性もあるんですよ。成功する可能性の方が高いかも分かりませんね、もしかしたら。やっちゃってしまって既成事実化しちゃえばですね、なんていうかこう、アメリカもね、もう中国のものになってしまったら台湾を奪還するという大義名分がなくなるわけで、いやー、電撃作戦でやってしまえばね、できなくはない。で、それを虎視眈々と狙ってる、明らかに狙ってるんですよね。で、それをやっぱり現場の軍人さんたちはですね、ひしひしと感じてるからですね、こうやって議会に呼び出されたら証言をするわけであって。もう、2週間で決着するんであればね、もうやられ損ですね、アメリカからすると。で、台湾がね、もうもっと頑張るかっていうとね、いや、台湾のね、ミリタリー弱いんですよ。もう、頑張れてよくないんですね。昔は強かったんですけど、強いという印象やったんですけど、もう実戦経験は中国よりないですし、まあ、台湾も先進国ですし、で何よりも人口2300万という小さな国ですから、やっぱりその14億という国の、まあ、65分の1ぐらいですけど、あかんのですよあかんのですよ。だから
そういうことが起こるし、起こってね、アメリカとの中国との大きなこうあれにウォーになればですね、当然日本は巻き込まれてですね、アメリカ側に立たざるを得なくなって、それで中国との関係が劣悪化するというのはあり得るわけであって、そうなった時に日本に何が関係するかというと、アメリカ側に立って何かをした時に、お前らは敵やというふうに見なされるわけですね、中国から。そうすると今中国にある日本の企業のアセットが脅かされるわけですよ。何が起こるか分かりませんよ。もう戦ってる相手っていうふうに見なされますから、そうなると敵国というふうに見なされたら、在中国のですね、日本の企業や日本人がどういう目に遭うかというのはですね、もうなんていうか、かなり悲惨な、1945年のことを考えた方がいいと思うんですね。1945年の夏に大陸で、日本人がどういう目に遭ったのかと、そこまで考えるべきやなというふうに私なんかは思ってしまいます。ですんで、日本、我々はですね、アメリカ側にいるわけですから、その時のことを考えてですね、別にその台湾の人のことをね、深刻に考えるというのはまた別のことですけども、我々のことを考えた場合、我々は中国から敵と見なされる可能性がものすごい高いということを今から認識しておいた方がいいと思いますし、これは多分あと早ければ1年後ぐらいに起こってるかもしれない非常事態であるというふうに思います。この現代ビジネスのサイト貼りませんけども、探して読んでいただければと思います。震え上がる習近平、台湾侵攻を狙う中国へ、アメリカの怒りが頂点に達したという長谷川幸宏さんの記事でございます。現代ビジネスです。はい、皆さんどうもありがとうございました。